町屋駅は東京都荒川区荒川7丁目及び町屋1丁目にある京成電鉄東京地下鉄の駅である。本校では両駅に近接する東京都交通局と電荒川線の町屋駅前停留場についても記す。京成電鉄の本線と東京メトロの千代田線の2路線が乗り入れ接続駅となっており各路線ごとに駅番号が付与されている。 島式ホーム一面二線を有する高架駅ホーム中ほどには待合室が設置されている。2002年10月12日に行われたダイヤ改正以前には急行停車駅であった。乗り場端式ホーム一面一線、上下に層構造の地下駅で一番線ホームの下に二番線ホームがある。駅番号は C17。 ホーム中央にマークスタワーに直結する改札口があり、エレベーターも設置されている。乗り場発車メロディ2018年10月27日より、スイッチ制作の発車メロディを使用している。曲は一番線が、気分は、スイング。二番線が、夏子立ちである。相対式ホーム二面二線を有する地上駅。駅番号は SA、SA06。 再開発前はホームが上下線で異なる位置にあり、商店街や地下鉄出口と一体化していた早稲田方面ホームに、対し、三ノ輪橋方面ホームは、お竹橋通りを挟んだ反対側に存在した。駅前再開発完成後に両方面のホームが地下鉄出口側に揃った。なお、商店街は、駅前再開発と同時に再開発ビルに集約され、取り壊された。 早稲田方面から東停留場で折り返す運用があり、乗客を降ろした後、三輪橋寄りに移動し、渡り線を通って、早稲田方面のホームに入る。長い間停留場名は、町屋一丁目であった。近年の1日平均乗降辞任は、下表の通りである。近年の1日平均乗車辞任は、下表の通りである。最寄り停留所は、お竹橋通りにある。 町屋駅前と都電停留場付近にある町屋駅である。東京都交通局、京成バスにより運行される以下の路線が発着する。出店庁や駅前停留場に関するカテゴリー。ありがとうございます。